かこれ。なんだこら、てめえらが怖いだろうと思って気遣ってやってんだろうが。銀ちゃんの手汗ばんでて気持ち悪いやろ。お、何言って、おい。あ、赤い着物の女。何やってんすか銀さん。いや、あの、ムー大陸の入り口が。だね。さっきまで喜んでたのに。ああ、かすみさんの手伝いよ。かすみさんに抱っこされたがってる。はい、どうぞ。泣き止んだ。かすみがいいなんて混ぜてるね。あ、こいつかすみさんの胸揉んでる。いや、あの、赤ちゃんだし。すみません。母乳は、ちょっと、まだ製造の予定がなくて。うわ、こいつの顔、ああ、手紙だぞ。バカ野郎、何したんだ貴様、ちょっと貸してみろ。そりゃ告訴状かなんかじゃ。なんだ、朝から想像し、リアクション2秒も使うな。手抜きだと思われるだろう。ささいけ、ヌレンドが。何を言ってるんだお前は、病院行ってこい。ネドが一年の主人に暴れた。暴れたって救い役には立たないではないか。女神に対して何たる態度、殴ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。条件、条件って、何、まさか私を。あは、ダメよ、ダメダメ、女神と人間の恋は。あ、せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。ラブレター、そんなことでいちいち騒ぐな。罰ゲームに決まってるだろ。サイコメトリーで読み取ればすぐ分かるんだ。はあ、書いてるだけでもう緊張してきちゃった。ちゃんと粘土先輩に渡せるかな。そんなバカな、信じられん。必ず何かの間違い、陰謀だ。この送り主、本気だ。かぁ、参ったぜ、モテる男はつれえな。この子は本気で粘土に惚れている。一体どんな人生を歩んできたらこんな奴に惚れるんだ。はい、いやー、かわいい。こうやってるとやっぱり赤ちゃんですね。やっぱこいつ、マフィアのどんなわ。こいつ絶対もちゃん前者の記憶を持ったんじゃない。まさか赤ちゃんだし。早く投げて、俺のご立派様をお披露目したいな。よく言うぜ。どうせ爪楊枝だろ。何人かかってくるとも俺のパンツは。あ、だちゃん、おかえりなさい。ただいま。よう、久しぶりだな、ちさ。俺のことを覚えてるか。これもう捨てないとダメみたい。俺の出そうだ。グーイン聖夜、あなたこそ異世界ゲアブランデを魔王から救う勇者なのです。私に見とれているようね。まあ、私は女神。はっきり言っていい女。完璧な女性の美しさに言葉を失って。神妙なものにいきなりそんなこと言われてもな。神妙？それって私のこと？いけない。いけん。もらったって？今間違えて粘土を釣ってたぞ、シュン。ほら、粘土がもらったんだよ！粘土に女！いや待て、これは現実か。もしかして今俺たちは粘土が見てる夢の世界にいるんじゃ。そんな世界嫌だ。てめえら騒ぎすぎだっつーの。俺だぜ、惚れる女の100や200いて当たり前だろうが。まあモテねえおめえらには分かんねえか。調子乗ってんじゃねえぞてめえ。うん、未だに信じる。